日本共産党田村智子副委員長を迎えての日本共産党街頭演説を始めさせていただきます。どうか皆さんよろしくお願いいたします。私は司会を務めさせていただきます鳥取県議会議員の石谷智子です。どうかよろしくお願いいたします。それではまずはじめに応援に駆けつけてくださいました長谷川稔元倉敷市長前県議会議員がご挨拶をさせていただきます。どうか皆さんよろしくお願いいたします。暑い中ですがよろしくお願いいたします。今年の4月から児童養護施設にいる児童がこれまでは18歳になると施設を出なければいけなかった。そして仕事場も住まいも探さなきゃいけなかった。それが22歳まで延長されました。非常にいいことだと思います。このニュースを最初に知らせてくれたのが今回の候補者の福住秀幸さんでした。なぜなら彼がお聞きをすると養父母に育てられたということであります。いかに人の感情を汲み取る力、エンパシー、これに豊かな人かなと改めて思ったところです。ぜひどんな困難な時にも立ち上がって候補者をやりきってくれるこの福住さんをぜひ今度は候補者から議員に申し上げていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。折しも是枝監督の韓国の映画でありますベビーブローカー、生まれてきた命を誰もが肯定をして生きていける社会、そんな問いかけに対するちょうど良い答えを今の福住さんのメッセージや、それから共産党もずっとそうした主張をしてまいっていただいております。これからもぜひご検討いただきたいと思います。今年は全国水平社の100周年でもあります。赤旗でもよく取り上げられておりました。私も共産党のホープの方と一緒にあの舞鶴港、京都のあの軍港作りに実は稲葉地区の被差別部落の方がたくさん作業に就き、そのまま居ついて住まいをされているんですね。どういうところか、やっぱり現地を見て学んでその歩みというものを体験させていただきました。人はいたわれる存在ではなくて尊敬されるべき存在だ。この水平社宣言は誰しもに共通をして、これからも野党共闘を進める上で大きな私は旗印になると確信をしております。ぜひよろしくお願いいたします。同じ京都で宇治市のウトロ地区ということで、いわゆる朝鮮の方が居住をされておりましたウトロ地区が放火をされる事件がありました。今裁判になっておりますけども、差別による犯罪、ヘイトクレームといいます。こういうことを許さない、これから声をもっともっと上げていきたい。そしてその行き着く先が今外国人の技能労働者の待遇の問題、それから入管法の在り方、これらを大きく国が変えていく、そういう推進役を共産党に果たしていただきたいと思っております。そして今全国でもどこでも参議院選挙戦われております。選挙区でもその中で野党は苦戦を続けております。その一番の大きな背景要因は日本維新の会の台頭であります。大阪府4人区なんです。4人の中に日本維新が1、2、そして3位に自民党、4位に公明党というのが6年前の姿で、それが今回も続いてしまうかもしれないと言われています。大阪は今どんな状況でしょうか。
市長も維新の会の副代表、代表ですね、知事が副代表、そしてコロナ問題などを通してテレビ局とに頻繁にいわゆる会見ということで出てしまうわけです。そしてもう一つ、さらになんと日本維新の会として大阪市が読売新聞、日本維新の会は置いといてです、ちょっと失礼いたしました、大阪市が読売新聞と包括協定というものを結びました。いろんな取材で報道各社たくさんありますのに、優先するとは書いてはありませんけども、配慮はするということがあって初めての包括協定というのは存在しますわね。私も市長当時に倉吉氏が東京都に老健施設を作るという時に、なかなか雇用で苦労するということから、姉妹都市でありました松戸市と就職情報とか、あるいは働く人の住居の確保などについて松戸市さんにも協力をいただくという包括協定を結びました。しかしこの度の大阪市の包括協定というのは特定の新聞社とだけの協定であります。今大阪市大阪区は万博の後にカジノを控えています。横浜市でも、それから和歌山市でも撤回をされました。人の社交心を煽ってギャンブル依存症を作り出す。そしてそのまた計画というのは非常にずさんな、結局は好意を持ち出さなければできません。そうしたカジノ計画を進めようとしている、そういう中でのあの大きな読売新聞社との包括協定、これは良くないことだと思います。そして何よりもカジノを撤回させるためにも、大阪市で頑張る辰野幸太郎、辰巳幸太郎、ぜひ皆様のここから大阪市の方に働きかけていただけないでしょうか。4人区今あと一歩のところで戦っています。ぜひこのご協力をお願いをしたいと思います。そして今日のクライマックスは田村さんです。田村副委員長です。ご本人も比例区の候補者なんです。でも今日皆さんのもとにおいでになったのは、自分に投票してください、あるいは共産党に投票してくださいという言い方ではないはずです。私がその胸の内を申し上げます。ぜひ共産党、今5名のオール当選を掲げていますけども、なかなか苦戦をしております。ひょっとすると前回通り4人までということになると、やっぱり個人名を書いた順位で共産党の中で順位が決まっていくんです。そしたらまた新井総平さん、3年前と同じ状況になるじゃありませんか。今新井さんが一番掲げて、そして私どもも一番願っている沖縄の米軍の軍事艦にとどまりません。自衛隊機が琉球諸島にずっと配備が進んでるんです。ぜひそれを食い止めるためにも、沖縄の声を一番背に受けて、そして私たちもその苦しみを沖縄だけにぶつけている、その本当に食材と言いましょうか、申し訳ない気持ちを兄さんに本当にぶつけて、共産党の議席を獲得させていただきたい。このことを今日は田村さんおっしゃると思います。そのためにおいでになったと思います。ぜひ田村さんをはじめとする共産党チーム、よろしくお願いを申し上げまして、野党共闘の立場から長谷川稔ご挨拶を申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは新井総平比例候補よりメッセージが届いておりますので、ご紹介させていただきます。絶対に負けられない参議院選挙、選挙戦も中盤に入ってまいりました。街頭演説に
です。私は今日小池書局長とともに徳島高知で訴え、その後高知へと向かいます。私の活動区域は17県と広いエリアですが、1分1秒無駄にせず元気いっぱい訴えています。危機に乗じて日本の政治に起こっている暮らしを壊す大軍拡と憲法9条改悪の大合唱は重大です。今こそ国会に平和の奇跡が必要です。あいつがファウリングショーだわ。あれ止めさせないけど、それかその前に打ったな。なそれであれがな、ファウあのショーだわ。あいつがやるんだ、あいつがバトンポイント。だからそこに持ってくる。朝鮮半島や台湾の問題も、尖閣や千島など領土の問題も、歴史の事実と国際法に基づいて対話を積み重ね、友好協力条約をアジア全体に広げて、戦争の心配のないアジアを作ろうというのが日本共産党の提案ですが、いかがでしょうか。戦争に勝者はありません。戦争は政治の敗北に他なりません。私は弁護士として、目の前の一人の被害者の後ろには同じように苦しむ千人の人たちがいると肝に銘じ、裁判でも2期12年の国会でも、戦争や公害、大災害、性暴力や派遣切りなど被害ある限り絶対に諦めないと力を合わせてまいりました。物価高騰の特効薬は消費税 5% への減税です。税金は儲かっている大企業と大金持ちに負担してもらいましょう。内部留保に適切な税金をかけ、その財源で時給1500円の最低賃金を、暮らせる年金、学費半減、給食代は無料に、ケアに手厚い社会を作りましょう。憲法こそ希望、今こそ弁護士、気候危機打開、ジェンダー平等社会へ、皆さんと力を合わせます。最後の最後まで全身全霊全国比例5議席必勝の先頭に立ちます。どうか日本中に一票一票広げていただき、私二木宗平をもう一度国会で働かせてください。よろしくお願いいたします。参政参議院議員弁護士二木宗平、どうも皆さんありがとうございました。それでは鳥取島根選挙区候補駆け巡っております、福住秀幸、皆様にお伝えをさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。秀幸頑張れ。ありがとうございます。鳥取駅前ご通行中の皆さん、こんにちは。こんにちは。お集まりいただいた皆さん、ありがとうございます。鳥取島根選挙区の福住秀幸です。今日はお昼は松江市で田村副院長と一緒に街頭でお訴えし、そして田村副院長と一緒にこの鳥取にやってまいりました。この広い鳥取島根両県駆け巡って頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、私はこの鳥取島根選挙区で唯一島根原発再稼働ストップ、このことをまっすぐ訴え抜く候補者として全力で頑張ってまいります。2011年に福島第一原発の事故が起こり、日本全国で原発ゼロ、脱原発の大きなうねりが起こりました。私も私の住む米子市で毎週金曜日に脱原発のデモが行われ、幼い子供を連れて毎回参加してまいりました。そして私はこの10年3回の衆議院総選挙、米子市長選挙、鳥取県知事選挙に挑戦してまいりましたが、常に島根原発再稼働ストップ、このことを訴え抜いてまいりました。皆さん、今地震の活動期に入っていると言われるこの日本で原発再稼働などとんでもありません。万が一事故が起こった時に安全に避難ができるのか、そしてウクライナでは原発が攻撃対象にされました、島根原発は大丈夫なのか、そうした不安の声が大きく今聞かれています。さらにこの
ないかのをめぐって、私の住む米子市でも松江市などでも住民投票を求める署名運動も起こりました。しかしこうした市民の声を反映してほしいというその声さえ自民党や公明党などによって議会で否決をされてしまいました。皆さん、今度の参議院選挙、今国策として原発を推進している自民公明政権、そして維新の会も原発を推進しているこういう勢力に厳しい審判下そうではありませんか。原発ゼロを決断し自然再生エネルギーの転換を図る、この皆さんの願い、どうか比例代表は日本共産党、そして鳥取島根選挙区は私福住秀幸に大きなご支持ご支援どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、今回の参議院選挙、平和か暮らしが、失礼しました、戦争か平和か、この選択が問われる重大な選挙であります。私は誕生日が12月8日、あのアジア太平洋戦争開戦の日と同じであります。戦争も核兵器もなくしたい、これが私の原点です。ロシアによるウクライナ侵略、断じて許すことはできません。そして今このウクライナの危機に乗じて自民党や公明党、維新の会は軍事力強化の大合唱を進めています。憲法9条改正や軍事費の2倍化、皆さん、こんな歴史を逆戻りさせるような自民公明維新の会に私たちや子どもたちの未来を託すことはできません。憲法9条を生かした平和外交こそ戦争のない世界へ歴史を前に進める確かな力であります。日本共産党は党を作って100年、戦前から反戦平和を貫いてきました。日米安保条約をなくし軍事同盟に頼らない、そうした外交の力で平和を作っていく、そうした確かな展望を持った政党です。どうか皆さん、この日本共産党を大きく伸ばしていただき、ご一緒に憲法9条を生かした平和の日本作っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。そして皆さん、今暮らしも大変です。さ、食料品、日用品、ガソリン、あらゆるものの値段が上がり、これ以上上がったら私たちの暮らしも商売もやっていけない、こうした声が広がっています。この物価高騰に対策一番の特効薬は消費税 5% への減税です。ところが岸田首相は減税を決めたら買い控えが起こると言ってこれを拒否しています。しかし皆さん、現に今物価高で皆さん買い控えされているんではないでしょうか。消費税を下げればそれ以上の消費を温める効果が明らかではないでしょうか。大企業や大金持ちに儲けにふさわしい負担を求めれば消費税の減税は可能です。皆さん、ご一緒に実現しようではありませんか。中小企業を支援して最低賃金を時給1500円に引き上げる、また農林漁業もしっかりと応援して、この山陰の基幹産業をしっかりと支え、安心して農業が続けられる食料自給率 50% までまず引き上げる、そうした社会作っていこうではありませんか。私福住秀幸は国民の暮らしを支え、そして働く人の賃金や所得を増やして経済を成長させる、そうした優しく強い経済への転換を目指して頑張ります。どうか大きなご支持ご支援よろしくお願いいたします。皆さん、今度の参議院選挙、原発ゼロや憲法9条を守る、暮らしを守る、そのためにも日本共産党も
家賃がどうしても必要で、比例代表は全国どこでも必ず議席に結びつきます。皆さんのお知り合いにもどうか比例は日本共産党と大きく広げていただき、この田村智子さん、二木宗平さん含め5人の全員当選勝ち取ろうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの鳥取島根選挙区でも、私福住秀之、岸田政権と正面から対決し、市民と野党の共闘で政治を変える、この立場でぶれずに頑張ってまいります。どうか大きなご支持ご支援お寄せいただき、国会へと押し上げていただきますよう固めてお願いを申し上げまして、私のお訴えといたします。ありがとうございました。しました後、お昼ご飯も食べた後で、地元の新聞社の方がちょっと、取材をさせてほしいというのでお話をしたんですね。その時にこの一人区で野党共闘がうまくいっていないことをどう思いますかっていうふうに問われたんです。皆さん、確かにね、前の参議院選挙では候補者一本化、中林芳子さんでって頑張ったんですけれども、今ちょっとねグラグラがあります。でも日本共産党は市民と野党の共闘、一度も諦めたことはありません。政治を変えるには共闘の力しかない。だけどその大きな原点の一つは、やっぱり今福住さんがお話しした原発はもうごめんだと、動かさないでくれ、なくしてくれと、ここがね最初に市民の皆さんと私たち日本共産党の共闘のいわば出発点にもなったんですよ。それから戦争する国にはさせない、やっぱりねこの政策で一致点をどう広げていくか、野党がしっかりと一致結束していくか、今このことが問われていると思います。ならば今ブレずに貫く日本共産党が伸びることが野党共闘の新たな発展の力ではないでしょうか。日本共産党議席を伸ばすには何といっても2票目で投票いただく比例代表なんですね。全部で50の議席を争うんです。今5議席は必ず、1割は必ず日本共産党が獲得しようと頑張っていますが、3年前あと一歩足りなかったんですよ。あと一歩足りなくて4議席にとどまって、二木宗平さんの大切な議席を失ってしまいました。でも二木宗平さんがこの中国地域で、例えばアメリカ軍の低空飛行がどれほどひどいか、たとえ議席を失ってもこの問題で皆さんのところに駆けつけ、政府との交渉をやり続けてまいりました。豪雨災害が起きればすぐにその現場に駆けつけ、政府との交渉をやっぱりやってまいりました。そして何より憲法こそ希望だと、熱血弁護士としてお一人お一人の暮らしを守るために頑張り抜いているこの議席、もう一度勝ち取らせていただきたいんです。そのためには日本共産党の中で順位争いしてる場合じゃないんです。5議席を絶対に取らなければなりません。どうぞお知り合い皆さんに、比例は日本共産党と広げに広げていただきますよう心からお願いをいたします。そしてその勢いでどうぞこの島根鳥取の選挙区で福住秀之さん、大きく大きく押し上げて、原発ゼロの願い、暮らし守れの願いを国会に届けていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。この選挙大きく問われているのは、大軍拡でいいんですかということですよね。まずこの大軍拡の財源について、軍拡やれやれ言っている自民党も維新の会も一言も語りません。
私も前の NHK 日曜討論に出ましてね、自民党の方に聞いたんですよ。こんな軍事費2倍、今5兆円から6兆円の間なんですけど、これが11兆円規模になるってことですからね。消費税増税するのか、社会保障削減するのか、それとも戦後の日本が禁じてきた軍事のための赤字国債の発行なのか、なんて答えたと思います？自民党の方、国防なんだから躊躇なくやります、これだけなんですよ。これって財源の答えになっていませんね。それどころか国防の一言で財源なんてうるさいことをとやかく言うなと、いわば私たちの不安や疑問を押さえつけているのと同じではないでしょうか。暮らしに関わることです。私たちの疑問を踏みつけるなんて許すわけにはいきません。財源どうするんだ、声上げていこうではありませんか。そしてもう一つ問わなきゃいけないのは、この大軍拡で本当に日本は平和になるんですかということですよね。なんで軍事費2倍なのか、敵基地攻撃能力で自衛隊の姿を全く変えてしまうからに他なりません。日本の国から敵だという相手の国をミサイルで狙い撃ちできる、一発撃って終わる話じゃありません。反撃されないように壊滅するまで攻撃する。情報通信施設も政府の中枢機能も全部壊滅させる。これって皆さん、自衛隊が相手の国に出かけていって戦争をやるっていうことなんじゃないですか。それは私たちの国の憲法が許していますか。皆さんが願う専守防衛であってほしいという自衛隊の姿が全く変わってしまうのではないでしょうか。そしてそんなことやったらどうなるのか。相手だと言われた国は日本が狙ってくるんだったら、こっちも日本を狙わなきゃ、こっちも構えなきゃ、こんな軍拡軍拡の競争になっていくのではないんでしょうか。皆さん、こんな戦争準備をなぜ今やらなければならないのか、なぜ攻撃されたら侵略されたらそんなことばっかり煽るのか。この大軍拡に対しておかしいよという皆さん、不安だという皆さん、その願い思いはどうぞ比例代表で日本共産党とお寄せください。ご一緒に軍事費2倍の大軍拡きっぱりやめさせていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。日本共産党は大軍拡に反対って言ってるだけではありません。真剣に日本で戦争を起こさない、アジアで戦争を起こさないために外交のビジョンを提案し、提案するだけではなくて野党としてアジアの国々に働きかけるという、こういう仕事も行っているんですね。皆さん、大体今日本の国で不安な言葉といったら、中国と尖閣諸島で揉めているっていうことがすぐに思いつくと思うんです。私たち日本共産党、あの尖閣諸島は江戸時代には日本人が住んでいて日本の領有権だと、こういうことに歴史的に異議を唱える国はなかった。侵略戦争で奪った島ではない。自ら江戸時代まで歴史を紐解いて調べまして、こういう文書をまとめて中国政府に届けているんですよ。日本政府にも手渡して、こういう歴史の事実と国際法に基づいて中国との話し合いを、この尖閣諸島の揉め事を解決することが必要だって何度も何度も求めているんですが、歴代自民党の政権はただの一度もこうしたまともな外交交渉を中国とやったことがありません。ソ連やロシアともあの北方領土千島列島の問題で
交渉したことはありません。北朝鮮の核実験やミサイル発射、とても心配です。やめさせなければなりません。でも北朝鮮はアメリカに対して、北朝鮮攻撃したら、私たちの国家体制崩したら、北朝鮮から核兵器をアメリカに飛ばすことができるんだ、示したくて何度も何度もミサイル実験やってるんじゃないでしょうか。だったらね、核兵器禁止条約の立場に立って、核兵器は外交交渉の手段になんかならないと、核兵器で脅すことはあってはならない、核兵器は持ってはならない悪の兵器だと、この立場で北朝鮮に物言うことが求められているんじゃないでしょうか。そんな時に維新の会が核共有なんていう議論までして大軍拡を煽る、こんなの全く間違っていますよね。日本共産党、こうやってね、外交交渉をって求めてきました。しかし確かに二国間で話し合えばすれ違うってことはあります。だから他国間で、東アジア中で話し合いができる枠組み作っていこうじゃないかと提案をしているんですよ。そのお手本が東南アジアにあります。東南アジアは1970年代の前半までは血みどろの戦争、紛争を互いに繰り返していた地域です。しかしこんな戦争を繰り返していたら国が発展していかない。この立場で互いに戦争しない、どんな揉め事も武力を使って解決しない、話し合いで解決する、こういう国際条約を作って、今 ASEAN は平和の話し合いを年がら年中繰り返すという、こういう枠組み作ったんですね。そしてこの平和の話し合いの枠組みに日本も引き入れる、アメリカも中国もロシアも仲間入りをさせて、どんな揉め事も話し合いを尽くすことで解決するんだ、絶対に戦争にはさせない、現実にこういう外交をやり抜いているんですよ。互いに戦争しない、武力で脅さない、紛争武力解決しない、どっかで聞いたことありませんか。これは憲法9条です。その国際条約バージョンが東南アジアにある。だったら皆さん、同じこと東アジアでも作る役割が憲法9条を持つ日本の仕事なのではないんでしょうか。だいたいね、仲のいい国同士で話し合いばっかりやってても仕方ないんですよ。仲が良くない国ほど話し合いの機会が必要なんじゃないでしょうか。揉め事のある相手ほどいかに話し合うかっていう、その話し合いのテーブルを作ることが求められているんじゃないでしょうか。分断して排除して敵対して大軍拡、何の解決にもなりませんよ。分断じゃない、話し合いだ、憲法9条を生かした外交努力やれと、どうぞ皆さん、日本共産党への一票で、福住秀幸さんへの一票で、戦争させない国をご一緒に作っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。この選挙、私をどう守るのか本当に問われていますね。物価が全部上がっているんですから、一番有効な政策は消費税の減税、もう明らかになりましたね。選挙の大争点になってまいりました。日本共産党はコロナ危機が始まった時から消費税を減税しなさい、政府に求め続けて、国会の中でも野党の一致点を作ってまいりました。ところが自民党公明党はできない理由ばっかり並べ立てるんですよ。私 NHK の日曜討論で一番愕然としたのは自民党の方のこの言い訳です。消費税を減税したらお店の皆さんが値札を変えるのが大変だからできませんって言うんですね。ちょっと膝がカプンってなりませんか。消費税減税するって言ったらお店の方は喜んで
値札変えるんじゃないでしょうか。だってね、消費税を納めることに本当に今ご苦労されているんですから。まだ岸田総理は社会保障の財源なんだってしきりに言います。でも皆さん、安倍政権の下で 5% から2倍の 10% ですよ。これで社会保障が良くなった実感できている方いらっしゃいますか。この物価高騰の中で消費税じゃない年金を減税減らしておきながら何が社会保障の財源か、もうこの怒りの声を広げていく時ではないでしょうか。大体皆さん、税金といったら消費税しか目に入らないのがおかしいんですよ。日本共産党もうだいぶ前からですね、大企業は史上最高の利益を今も上げてるじゃないか。なのに毎年法人税減税のメニューまで増やしてる。これはおかしい。中小企業並みに法人税を納める、これやるだけで8兆円の税収を増やすことができるんですよ。そして大株主の皆さんのところが税金が優遇されている、岸田さん自身が総理大臣になる前までは問題にしていたじゃありませんか。1億超えるような株で儲けている皆さんにせめてヨーロッパ並みに税金を納めてもらえば、富裕層への応分の負担で3兆円税収増やすことできるんですよ。これ実現すれば消費税の減税だけじゃありません。社会保障や教育をもっと充実させることだってできるじゃありませんか。今やるべきは家計の応援ですよ。年金は物価が上がったら上げるのが当たり前、一緒に実現してまいりましょう。そして医療や介護、負担が重くのしかかっている、将来不安になっている、だったら保険料や窓口の負担、介護の利用料、どうしたら下げることができるのか、ここに頑張るのが政治の役割ではないでしょうか。そして若い皆さんのところにもあまりにも重い負担が教育費の負担ではないでしょうか。この国の政治は国立大学の学費をどんどん値上げして、私立大学も合わせて値上げされたんです。そしてね、払えなかったらどうぞ奨学金を借りてくださいと多額の借金を若者たちに担わせるのを当たり前にしてきました。私2016年にこれ徹底的に国会の中で追及したんです。大体ね、奨学金と言いながらその制度が借金、こんな国は世界の中で日本だけだって徹底的にやった。そしたら私の質問の半年後、自民党は初めて返さなくていい給付制奨学金やりますって言ったんですよ。で作ったんですが、あまりにみみっち、あまりにわずかの人しか利用ができない。これではダメです。大学専門学校、学費は直ちに半額、そして無償へと向かわせましょう。奨学金っていうのは返さなくていいのが当たり前なんです。そういう制度に変えていこうじゃありませんか。今奨学金返している方もせめて利息分は国が払う、そしてね、利子付きで借りた方もその年の収入が少なかったらその年は返さなくていい、こういう当たり前の支援ができる国を日本共産党と一緒に作っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。皆さん、鳥取の経済を元気にしていかなければなりません。そのためには働く人をあまりにも粗末にしてきた政治を転換していこうじゃありませんか。バブル経済が崩れ去った後、この国の政治はこれからは人件費というコストを削って利益を上げろと企業に求めました。小泉構造改革で一番最初にやったのは正社員をリストラして
法人税の減税をするっていう政策でした。そして非正規で雇っていいよって法律をどんどん変えていって、今日本の国は働く人の4割が非正規雇用。こんな先進国は他にはないですよ。若い皆さん、今どんな働き方しているか。契約期間が3ヶ月、6ヶ月、ボーナスはない、時給は上がらない、3年後、5年後、自分の将来が見えない。これで少子化が止まりますか？日本の経済元気になりますか？私ずっと求めてきました。人間はコストじゃない、力だ。長く続く仕事は細切れで雇うことを法律で禁止して、若い皆さんが自分の力を伸ばしながら時給が、給料が上がるっていう希望が見えながら働ける、そういう日本の国一緒に作っていく時なんじゃないでしょうか。そうだそうだ。今すぐ給料を上げなければ経済元気になりません。私たちはどこで働いていても、東京で働こうと鳥取で働こうと、時給は最低1500円、月給手取り20万円、こういうので実現したいんですよ。でもこういうと鳥取の中小事業者の皆さんはちょっと待った、それはきついとおっしゃるかもしれません。ですからね、国が賃上げのために中小企業に直接補助金出すっていうことを私たち提案してるんです。今この国の中小企業の予算はたったの2000億、あの在日アメリカ軍の基地思いやり予算5000億ですからね、アメリカ軍に対する予算の半分以下なんですよ。日本共産党はこれを5年で10兆円10倍規模にしたい、1年2兆円この提案をしています。その財源どうするの？儲けたものを貯めまくっている大企業にちょっと負担してもらおうじゃありませんか。大体この国の経済ね、儲けはどこに集中しているか、東京など大都市の大企業じゃありませんか。そっちにどんどんお金が積み上がってるんですよ。アベノミクス以降で積み上げた内部留保にたった 2% 穴開ける。そしてそのお金で中小企業支援する、つまりは食べまくってる大企業の内部留保を地方に流そう、中小企業に流そう、働く人に回そう、これが政治の仕事ではないんでしょうか。鳥取を元気にしたいって言うんだったら、これぐらいの具体策実現させなければなりません。日本共産党を伸ばして鳥取の経済元気にしていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。こういう政策をお話ししますと、日本共産党の政策なかなかいい、だけど共産党っていう名前がちょっと引っかかるんだというお声をいただくことがあります。安心してください、日本共産党はソ連や中国のような国は絶対に目指しません。これらの国々はそもそも資本主義も経てなくて、まともな議会も選挙もないまま革命が起きて、間違った指導者が出てきて独裁国家になっちゃった。人民を弾圧するとか他の国侵略するとか、こんなのは社会主義でも共産主義でもないと、ソ連や中国を面と向かって批判してきたのが私たち日本共産党なんですね。じゃあなんで共産党っていうの？やっぱりね、この資本主義の経済って目先の利益競争でたくさんの犠牲を生み出してると思うんです。大量生産、大量消費で地球温暖化、この異常気象ですよ。そしてね、やっぱりね、主にそれは大都市部を応援するから地方の疲弊、人口減少が地方で止まらない、こんな犠牲も生み出している。一番勝ち抜けるのは強い力を持った大都市の大企業ですから、ここばっかり応援するような経済でいいのか。私たちはこんな犠牲を作らずに経済が成長できる新しいシステムに変えていこう。だから共産党って堂々
きを夢見るっていうことでは決してありません。今現実に起きているこの犠牲を何としても解決する、この立場で頑張るのが日本共産党です。今の地球温暖化もね、こんなに温暖化が進んでも石炭火力発電をまだ作る、動かす、これが自民党ですよ。原発がこんなに危険でやめてくれっていう声が上がっても、もっと作れ、動かせ、これが維新の会ですよ。まさにね、大都市部への大量の電力を送るために地方を犠牲にし、環境を犠牲にし、国民の命と安全を犠牲にしているのではないんでしょうか。日本共産党、これに対してもう違うと、もう地域に理解した再生可能エネルギーで、その地域の住民が参加をして、その地域の利益になって、その地域の産業発展に役立つ再生可能エネルギーを思い切って今やって、そこに投資をしてもらう、地方に投資をしてもらおうじゃないか、呼びかけてるんですね。大資本の儲けのために農業も犠牲にされてきた。自動車の輸出のためにどれだけ日本の農業ボロボロに犠牲にされてきたか。ここの農業だって豊かに育てていくことが今求められている。食料自給率 50%、 農家の皆さんの所得保障、価格保障やっていこうじゃないかと堂々と訴えるのは日本共産党だからこそです。企業からの献金を1円も受け取らない、この日本共産党を伸ばして暮らしを本気で守れる日本作っていこうではありませんか。よろしくお願いいたします。最後の最後にです、日本共産党は自由を求め続ける政党でもあります。100年前に党が作られました。その時には言論の自由なんてないですね。侵略戦争反対掲げただけで迫害弾圧に遭いました。その下で日本共産党は侵略戦争反対だけじゃないんです。男女普通選挙権を掲げて、全く政治活動の自由がなかった無権利状態だった女性をこの社会の主人公にと呼びかけたんですよ。そしてこの党には女性の党員が加わって社会を変えよう、迫害弾圧の下でも頑張り抜きました。そこにはどんな思いがあったでしょうか。工場の中では命を削って働く、家の中では子供を産む道具にされる、演説会に参加することも政治の話をすることも禁じられる、その女性たちがこの社会を変えることで私は自由になりたい、この社会を変えることで私の幸せを実現したい、ひたすらこの思いを持ち続けたんじゃないのかなと私は思うんですね。今もたくさんの皆さんが苦しむよう、ね、貧困から抜け出せない苦しみとか、いろんなこと自分を押し殺しながら生きてるとか、そのいっぱいあると思います。日本共産党、これらを自己責任にしません。仕方がないって諦めません。必ず一緒に社会を変えて、あなたの自由を、あなたの幸せを一緒に実現しようと呼びかけるのが日本共産党です。どうぞ皆さん、この選挙区では福住秀幸さんを大きく押し上げて政治を一緒に変えていきましょう。比例代表、日本共産党、全国のお知り合いに広げていただきたい。